ゴルディアスの結び目にしましょうか。まあこれね、僕が好きな言葉、好きな章なんですけども、まあアレクサンダラス大王っていう人が昔いてね、まあそれがなんか、この絶対,絶対これはほどけない結び目みたいな言い伝えの結び目があってね、それをあの、なんか、剣で切っちゃったんですよね。で、周りの人はそういう,そう,いうのじゃないと。 そういうのじゃないんですっていう周りは言うんだけども、いや、運命は自分で切り開くんだ、つってね。別に伝説とかそういうのに俺は左右されないと。この剣一本で断ち切っていくんだ、みたいな。で、切っちゃったっていうね。<laughs> 言い伝えが、これ僕すげえ好きなんですけども、渋垣隊の話も、物を変えるとね、いやいやと三択なんだから、三択なんだから、いや、それは間違ってるだろうっていう答えじゃないですか。多分。 だけど、久保さん、僕はすみません、その渋谷期待の、その、それ知らないんですけども、でも、結果的に、本当は3択なんだけど、みんなが4択目を期待するみたいなね <laughs>。もう、ルール、ルールどうでもいいや、みたいになっちゃってるんですよね。でも、それが結局、その、多くの人にね、なんかワクワクだったりとか、渋谷期待何答えんだろうな、みたいな。結局、なんですかね、まあ、その、ルールみたいなのはあるんだけども、自分の人生の中で、 社会が決めたルールだったりとか、社会が決めた常識にやっぱ左右されないで、ある程度自分の中で想像していく答えを出していくっていうことが、まあ本当に大事なんじゃないかなと思いますね。あの人はああだからとか、この人はこうだからとかね、その人は一部でしょうとか、一部の人だけが成功できるんでしょうとか、一部の人だけができるんでしょうとかではなく、自分はどうしたいのかと。ね、自分はどんな答えを出すのかっていうね。 多くの人は答えを求めるんだけども、自分はどんな答えがあるんですかっていう問いですね。多くの人は答えを求めます。本当に稼げるんですか本当に億万長者合宿に参加したら億万長者になられるんですかって答えを求めてるんだけど、自分で答えを出していくっていうのが人生なんじゃないですかね。いってらっしゃい。